はようございます。釣り子 TV です。ノリーズのニューワームっていうことで、エスケープチビツインね、一つ買うことができたんで、開封しながらですね、各パーツを見ていきたいと思います。結構SNS とかで伊藤匠プロがですね、ずっと開発してるよなんていうのがですね、断続的に出ていましたが、なかなかノリーズってね、ゴーサインというか新しいねルアーとかポコポコ増えるっていうわけじゃないので、もう開発に開発を重ねてこれっていう感じでいよいよね市場に登場っていうことだと思いますので、非常に非常に期待ができるワームじゃないかなと思ってですね、なんとか一袋買うことができたので、どんな感じかですね、早速見ていきたいと思います。まずね、パッケージはこんな感じの、まあいつものねノリーズのパッケージでね、荻野さんね、スペシャルカラーね、もうどの色もね信頼はできると思うんですが、特にね荻野さんカラーってね出てるとね、この写真が載ってると、あ、これ買うしかねえなってなっちゃいますよね。こんな感じでね、スペシャルカラーですよなんていうね、シールが貼ってあるっていうことで期待が高まって、くるんではないでしょうか。で裏はねこんな感じで、まあ説明書きがここにねシールでね貼ってありますね。じゃあ早速ですね、開封していきたいと思います。まあノリーズワームといえばね、まずね匂いチェックですね。これはね毎回楽しみなんですけども、スペシャルな香りがついているんではないでしょうか。じゃあ早速開けてみたいと思います。はい、こんな感じ。あ、でもねそんなに臭くないかな。あのねもっとブワーって感じの匂いが来るかと思ったら、あーなんかね大丈夫な感じです。で、はい、ちょっとねハードなケースに入っていて、はい、出てきました。こんな感じ。いやー、じゃあね一方はこの手にね、ぬるぬるが早速突き出しておりますが、あ、まあいいや、はい、これはねえ小型シルエットでどうですかねえ、わあ釣れそう。あ、でもっとこっちの方とかねトゥルンってしてるのかと思ったら、裏側面もすごいねこう作り込まれてる。角度がね後ろに行くに従ってこうエビみたいな感じでね、細く顔、この顔に向かって細くなっていくエビの顔みたいにねなってるんですね。でエスケープツインといえばね、このパドルが、2個ねパドルテールがついているよということで、ツインって名前がつくんだと思うんですけども、ここの小型ボディの周りにかなり水をバインバイン押してくれそうなねボリューミーなアームが2個で、このね、あ、ここね触手というか触覚ですかねがあるんですけども、これはね真ん中ぐらいまでやって、最初から全部はこれ切れてない仕様なのかな。自分でピリピリピリって裂きたかったら裂いてくださいみたいな感じになっているのかなといったところで、で後ろにね、あーちゃんとついてますね、このね小さな美肌を出してくれそうな手がね 1,2,1,2 って計4本ついております。まあこんな感じのね、で使いやすいねサイズ感なんじゃないかなということで、どうですか。で何に使おうかなっていうと、まあライトテキサスとかねそういったのが思いつくんですけども、これから先の時期はねだいぶ餌も一つのピンポイントにへばりついてっていう感じよりも、広範囲に探るのが
いいなんていうことが増えてくるかと思うので、ぜひね、フラットエリアとかでヘビキャロのグーとかにね、まあ、キャロライナリグのグーにして、使ってみたいなっていうところと、まあ、あとはトスラパラダムとかだと、だいぶ台風の後ね、今濁りが入っていて、去年の感じでいくと多分年明けぐらいまでクリアアップしないんじゃないかなって、一回濁りが入るとね、ずっとその色を維持するっていう感じで、トスラッパラダムとかだと、シャローのライトなカバーに向けて直リグとかで、入れ込んでみようかなとかですね、まあ、あとはね、スピニングでダウンショットの具にもできちゃうんじゃないかななんていうサイズ感でもありますし、何にしても小粒なんですけど、バインバインこの手がね、魚を誘ってくれそうなんで、小さいけどパワフルね、そんな時に、例えば亀山ダムなんかで行くとレッグワームがねめちゃくちゃ好きでよく釣れるから投げてるんですけども、なんか、もうちょっとサイズダウンしたいななんていう時は、例えばシルクワームとかシャットシェイプワームとか、小型でもうちょっとアピールの小さいね、めっちゃライトリグに移行していくんですけども、そうじゃなくてレッグワームがすごいハマっていて、でもサイズが比較的金太郎飴でちょっと変化を大きい方にちょっと強い方に振っていきたいななんていう時に絶妙なサイズ感なんじゃないかなって思うんで、ちょっとね、まあ強めのライトリグでスピニングなんかでも使ってみたいななんていう風に思います。あとはまあね、このボディ形状だからちょっとこっちの頭の方がね弱ってきたり、オフセットのシャンク部でちぎれたりしてきたら、半分に切ってスモラバのすごい水押しするトレーラーみたいな感じでもね、この手がねバイン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 ね誘ってくれそうなんで、そんな風にも使ってみたいなっていうことで、なんていうかね、他のメーカーのワームでいくとすっごいよく釣れる、あのゲイリー山本の小森さんが作ったあのモコリークローね、あれサイズ感とあと手のこのグイングインね、トルネードしてすごい水をしてやったらよく釣れるんですけども、そんなあのモコリークローがハマるようなタイミングでもサイズ的にもジャスト、そんな雰囲気のサイズ感があるのでいけるんじゃないかな。もちろんね、モコリークローも使うんですけども、あれがハマっている時にちょっとした波動の変化とか、持たしたい時とかにもこのエスケープチビツインねいいんじゃないかななんて、ねぶり倒していたらもうこう手がねテッカテカのこのベトベトになってきましたよね。でまあちょっとこのテーブルの上にねこのルーシー付きでね置くのもね忍びないんで、今日はねポークルアーとか見るときに使うねこうお皿持ってきたんでね、まあどんな感じかね、何個入ってるかとか見たいなと思って、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、なんか不気味な絵になってきましたが、1袋にね8本入ってくれております。でまあこんな感じでね、部品各部品こっちの方がもしかしたら見やすいかもしれないですね。小型だけどすごい、なんですかね、水を押しそうね、さっきから言ってますけども、で誘う時はすごいコンパクトシルエットになる、このなんていうか水を抵抗を受けてる時はこうシュッとね、見えづらいかな、こう水を押す時はこう前から抵抗を受けてる時はこの手とかが全部折りたたまれてシュッとねコンパクトシルエットになる。で着底してバーンってこう着底してしばらく落ちするとこの全てのパーツが水を受け出して、ね、このボ
リューミーなシルエットに変わる、ね、このシルエットの変化とかがね、バイトのきっかけとかにもなってくれるんじゃないかなと。こう沈む時は全部のパーツが多分こうシュー、ね、シューってなってバイン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 ってこうなんていうんですかね動き出すんじゃ動めき出すんじゃないかなっていうことで、ラバージグがねなんか釣れる要素なんかもあのシュッパッシュッパッってね、あの瞬間のね形の形状の変化とかに思わずデカバスなんかが口使ってくれるんじゃないかななんて想像してますけども、そんな感じでこれもねコンパクトに折りたたまれた状態からバインってこうね水を押してくれるんじゃないかな、そこのねところで、ですごい気づかせたいときはね、もうオリジナルサイズとかのビッグエスケープツインとかね、ああいうのがものすごいブワンブワンってやってますけど、まあいつもいつもね、あのサイズがやっぱり釣れるわけでもないですからね。亀山ダムとかで考えるとやっぱり小型なシルエット、コンパクトシルエット優勢だななんていうバイトの出方を感じるときなんかね、よくありますから、まあそんなときにね、せっかく変えたんで、ちょっと積極投入していきたいななんていうふうに思います。で、だいぶね、もう10月も過ぎてるんで、これから寒い時期に突入していきますので、まあそういったときにね、ライトリグでもちょっとパワフルな釣りっていうときにはまず使おうかなというふうに思います。でパッケージの、ね、裏にもいろいろ説明書きが書いてあるんですけども、ノリーズのホームページね、こちらをね開いて見ていくとすごいねこう詳細に、どういうことなのかっていうのが書いてあるんで、ちょっとね読んでいきたいと思います。日本中のフィールドでメインベイトになり得るエビやゴリといった小さなベイトフィッシュに、ベストマッチしたサイズでエスケープツインのルアーパワーを踏襲するソフトベイトがエスケープチビツイン。バスが吸い込みやすい一口サイズでありながら、アームパーツが水を動かすことで大きくアピールし、バスの本能を刺激します。試行錯誤を繰り返してたどり着いたベストサイズのフロントアームは、フォール時にはコンパクトに折りたたまれ、ステージにはしっかりと開いてバスにアピール。それだけでなくエビがホバリングする様を演出することにも役立っています。テキサスリグやチカリグだけでなく、ヘビーダウンショットリグ、ヘビーキャロライナリグなど様々なリグに対応可能。ハイプレッシャーによるタフコンディションな状況を打破する力のあるコンパクトソフトベイトですということで、こうねいっぱい説明が書いてありますね。カラー展開とかももちろん見れるんですけども、あとはね、オリジナルのエスケープツイン、105mm に対してエスケープチビツインは 75mm と、よりバスが吸い込みやすいようにサイズダウン。全長を単純に小さくしただけでなく、アームパーツやボディの形を専用設計し、コンパクトサイズながらもアピール力もしっかりと持ち合わせています。推奨フックサイズはオフセットフックの10番が、基準ですということで、10番サイズのフックサイズ、ぴったりみたいですね。で、価格がですね、700円ね、表示されている価格はメーカー希望本体価格です。700円ほどで買えるよということでございます。まあねどんどん使ってみてね、でぜひねデカバスとか釣ってね、エスケープチビツインだから釣れたみたいなね動画も作っていきたいななんていうふうに思いますので、まずはね一袋手に入れてみたので、こう開封してね、どんなパーツなのかを細かく見ていきました。ということでね、本日の釣り子 TV はノリーズから満を持してね登場した伊藤匠プロがね監修したねエスケープチビツイン、これをね買ってきてみたって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。